った後、しっかり次に戻って、次のボールを待っておいて、そこからここを待つ時間を作って、頂点の位置に行ける体勢を作ってあげることがまず大事になります。で、毎回毎回どこで打てば、自分のボールが確実に入るのかという位置を一度に見つけてください。僕の場合は、体の横のラインよりもちょっと前ぐらい、ここが0だとしたら45度ぐらい、ここ90度、40度ぐらいにしてボールを見続けられると、大体ボールがこう延々になります。その中で、まあ、心地ないというかちょっとキープするようにしながら打ってあげると、自然と考えられてくる安定したパワーグラブになるので、あとは散らばった場所ボールを回しながら両足を動かしてあげて、その間に打っても延々に変えずに打ち続けるというのが、正しいというか安定したようなものでも打ち方になりますので、ぜひ試してみてください。軽く前のスタートを見てみましょう。その距離と打球点を意識しながら見てみてください。これがフォアドライブ対ワンコースが安定してる姿勢になりますので、ぜひ見てみてください。ありがとうございました。